今回は羽根付き焼きそばの作り方を紹介します。羽根付き焼きそばとは羽根付き餃子をアレンジしたもので、焼きそばの表面に羽根がついた料理です。見た目から楽しめるので、お子様に作ってあげると喜ばれる料理ではないでしょうか。その上に自分でソースやマヨネーズをかけて味付けし、青のりや紅生姜などお好みでトッピングすることで楽しんで食べることができますよ。もう一つあんかけバージョンも用意しているので、五目あんかけ焼きそばとしても楽しめますよ。それでは作っていきましょう。まずはキャベツを1枚小さめにカットします。簡単にざく切りで大丈夫です。ベーコン1枚を1センチ幅にカットします。もやし 10g を一緒に用意しておきます。羽根の素を作ります。小麦粉を大さじ1入れます。片栗粉を小さじ1弱入れます。水を 150cc 少しずつ混ぜながら入れ、粉を溶きます。しっかりと溶かないとダマが残るので注意しましょう。小麦粉は強力粉の方がカリッとなりやすいです。焼きそばを焼いていきます。フライパンをしっかりと温めて油を大さじ2入れます。スーパーなどで買える焼きそばの麺を入れます。なるべく薄くなるように広げて片面を焼いていきます。その上に具を乗せます。キャベツともやしを真ん中に乗せ、ベーコンを全体に散らせるようにして乗せます。具を乗せたら焼きそばがしっかり焼けるまでそのまま待ちます。このくらいこんがりと焼けてきたら裏返します。そのまま裏面もこんがりするまでしばらく焼いていきます。中の焼けていない部分を箸で広げ焼いていきます。全体的に焼けてきたら真ん中に寄せておきます。中央に焼きそばを集めたら
羽の素をフライパンの周りから流し込んでいきます。入れる直前にしっかりと混ぜましょう。あとはそのまま水分が蒸発するのを待つだけです。ここからの時間の目安としては中火で 4、5 分です。4分くらいしたら周りの水分が蒸発して乾いてきます。このようになったらごま油を回しかけます。ここから1分くらい水分が完全に蒸発するまで焼きます。箸で周りから剥がせるようになったのを確認します。まだ水分があるところは火に近づけて焼きます。全体の水分が蒸発してきたら皿をかぶせてひっくり返します。これで羽根付き焼きそばが焼けました。あとはお好みの量のソースをかけます。マヨネーズもお好みでかけてください。さらに青のりを全体に振りかけます。真ん中に紅生姜をのせて完成です。次はあんかけ焼きそばを作ります。材料はエビとキャベツ、もやし、人参、ほうれん草、ベーコンを用意しました。まずは先ほどと同様に焼きそばを焼きます。鍋の油を中央に温め、エビを油通しします。エビはボイルや炒める方法で調理しても大丈夫です。エビが揚がったら油を切り、具材を炒めます。焼きそばを返します。野菜を大体炒めたら醤油を一滴、鍋肌から香りが出るようにして入れます。鶏ガラスープまたは水を 150cc 入れます。砂糖を小さじ1入れます。
塩を小さじ1入れます。オイスターソースを小さじ1入れます。胡椒を振りかけます。味を確認します。お好みで味が足りないようでしたら足してください。水溶き片栗粉を大さじ 1.5 入れます。焼きそばによく溶いた羽の素を回し入れます。あんかけを器に盛ります。これであんの完成です。あとは先ほどと同じように水分が蒸発したら皿をかぶせて盛り付けます。これで羽根付きあんかけ焼きそばの完成です。あとはあんをかけてお召し上がりください。家族で食べるときなどは焼きそばを取り分けてからあんを乗せて食べるのがいいかもしれませんね。羽の部分を箸で切ってみるとパリパリしています。それでは少し取り分けて食べてみますね。周りの羽と具材と麺をバランスよく取り分けます。羽のパリパリした食感があんかけ焼きそばとの相性が抜群で美味しいです。ソース焼きそばの方も食べてみます。一人で食べるなら全部をぐちゃぐちゃに混ぜて食べるのが美味しいと思います。羽根で麺を包んでいただきます。こちらも羽根の食感がよく味は広島焼きのようで美味しいです。今回は羽根付き焼きそばの作り方を紹介しました。
見た目が面白く食感も楽しめるので、よかったら試してみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。